中野ツインマークタワーは東京都中野区中野にある超高層マンション。丸井旧中野本店跡地の再開発に伴い土地をに分割し、北側に中野丸い、南側に中野ツインマークタワーが建設され、2012年8月に竣工した。JR 中野駅南口から徒歩2分の場所に位置するタワーは地下2階。 地上29階建ての倉庫数234個。外観デザインにおいては、9階からツインタワーとなる、ボリューム計画とカーテンウォールの上昇性により、地上29階高さ100メートルを超えるタワーで、ありながら伸びやかさと軽やかさを表し、威圧感のない象徴的なものとしている。内部計画では、1層分のレベル差がある、敷地特性を生かし、2層に広がる、 立体的なエントランスホールを設けた。また、ライブラリーマンションをコンセプトとし、計1500冊以上の蔵書類を備える8つのライブラリーを整備したほか、青山ブックセンターと提携し、ブックコンサルタントサービスを提供している。販売にあたっての重厚プランは、様々な家族構成に対応する23の基準プランを採用。また、SI 構造も取り入れられ、 ライフスタイルの変化に合わせたリフォームやメンテナンスが容易に可能となっている。敷地内には、東園通りから中野丸へと通り抜けられる、コミュニティパサージュやオブジェのある庭園、コミュニティガーデンなども整備された。ありがとうございます。